ございます。すごいちっちゃい子も一緒にやってくれて嬉しい。じゃあ危ないのいくよ。みんなこんにちは。お姉さんの限界ライブ始まるよ。みんなついてこれますか？じゃあお姉さんと一緒に限界ライブをやっつけよう。手拍子。冷蔵庫の中には食べ物がいっぱい。賞味期限危ない、過ぎてるものもある。何でも焼けば大丈夫。はい、フライパン。卵かかってではってどや顔。生ゴミそのまま放置。おしゃれな食器持ってない。味が良ければどうでもいい。何でもできるよお姉さん。じゃあ豆知識からいっぱいカチパチして。ねえ知ってる？ホットケーキにマヨネーズとヨーグルトを入れるとふわふわになるんだよ。あとお米を洗いすぎると栄養も洗われちゃうから気をつけてね。ちなみにお姉さんは2合炊き分の2回洗いが一番好き。出せば大丈夫。著作権危ない、著作権危ない、音程ずらせば大丈夫。イエイ。今日こそ未来秘密のところ、これから行くよ。気ぃつけね、着席全然難しい。こんなことで泣いちゃって、この気持ちはほんとほんと戸惑ってしまうよ。ちくわの穴から覗いた世界に意味はない。ひらこパンを食べるとパサパサ、理由が欲しくなる。今日こそ未来秘密のことは最初から大癖になるんです。予定通りならもっと早く進むはずなの。本当の気持ち遠回しじゃない、シンプルはここまで伝えたい。1ページじゃ足りないほど全身ですよ。苦しくてしてる。大好きなんだ、大好きなんだ。心の奥まで響く。これは気のせい本当だよ。意地張るのはもうやめにして、ページをめくっていこう。教科書にない秘密の言葉、最初から必要なのか。
今日は来てくれた皆さん、こんにちは。ありがとうございます。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。夢は世界を調教してみんなを楽しませたいと思って活動してます。よろしくお願いします。もうちょっと詳しい自己紹介すると、作ることが全体的に好きなお姉さんで、オリジナル曲は全部作詞、ほとんど作曲もしてたり衣装とかも作ってますが、今日はね、イオンエビナ店さんの前だから、なんかちっちゃなお友達にも今日ね興味持ってもらえたらいいなと思って、お姉さんも大好きな星のカービィちゃんの服身につけてみたよ。イケてますか？でもね、さっきはね、ちっちゃなお友達をね、今見てくれたり立ち止まって嬉しい。大きなお友達もいい、別にカービィでも。かわいいよ、カービィかわいいですよ。ちゃんとガチ勢でしたから。でもね、最近ゲームすごいね、25周年とかやってるんだよね。まあお姉さんの方がお姉さんだけど。まあカービィちゃんに負けないぐらい長く生きたいと思います。よろしくお願いします。ありがとう。見て、頭のところにもね、ついてるんですよ、実は。いけてる。ありがとうございます。ではでは、暑い中足を止めて見てくれてありがとうございます。まだステージは続いていきますので、せっかくなら楽しんでほしいなっていう気持ちを持って歌いますので、よろしくお願いします。いや、晴れてみんなに会えてよかったよ。ではでは、お姉さんのね、前の夢がアニソンシンガーになって、年齢性別問わず元気笑顔感動届けられるお姉さんになりたかったんです。でも慣れなさすぎて、みんなに応援してもらって、クラウドファンディングというもので応援してもらって、埼玉県出身なんですけれども、テレビ埼玉さんの放送枠を買い取ってオリジナルアニメを作って、第1期第2期第3期3年も、オリジナルテレビアニメテレタマさんで制作放送できました。イエーイ。で、今年このまんま終わりたくない、もっと見てほしかったなって思って、第4期とそのアニメを広めるための実写番組やります。やったー。で、またまたクラウドファンディングチャレンジ中なんですけども、今日見ていいなって思ってくれたら、応援してくれたら嬉しいです。400人の応援目指してます。で、まずはどんな歌なんだろうって、やっぱ主題歌聞きたいよね、そのアニメの。お、ありがとうございます。ちょっとね、ゾウさんキャリーケースに忘れちゃったから、バナナでやります。ちっちゃいぞさ、持ってきたのに、ちょっとちょうどいいからさ、これもやめた方がいいかな。いや、とに何でもいいか。では次歌う曲は、そのアニメ作ったアニメ、限界アニメ松山葵物語の主題歌、お姉さん動物園を歌いたいと思います。この曲はみんなが人間の心を忘れて動物になれる曲です。パオパオゾーンがあります。お姉さんと一緒にパオパオしよう。最後、うまくできたら褒めてあげるから、褒められたら胸に手当てて、心の中でありがとうございますって言ってね。めっちゃ眠い。なんで目そらすの、笑ってたじゃん。それでは聞いてください。お姉さん動物園。最高、楽しい動物たちの国へ、みんな一緒に大変身。行くよ、はい、パオ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 、もっとパオ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 。朝目が覚めて眩しい太陽に、おはようって大きな声を出してみようよ。なんだかずっと物足りないんだ、心から変わるよ。大変身、最高、可愛い動物たちの国へ、みんな一緒にボクボクしよう。せーの、最高、楽しい動物たちの国はいつだって君の心にあるよ。行くよ、はい、そうそう、完了。みんな大変よくできました。
ありがとうございます。では、次歌う曲は、あの夏にぴったりのバナナの曲があります。別にバナナ好きじゃないんですけど、なんか書いちゃった曲です。次歌う曲は、無限バナナという曲で、すごい夏っぽいの。で、バナナゾーンがあるから一緒に手を振ってくれたら嬉しいです。やってくれますか？ありがとうございます。よいしょ。それでは聴いてください、無限バナナ。バナ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 ナバ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 ナナバ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 ナナバ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 ナナバナナについて語ります。細長くてちょっとハーフ食べ頃は色がいい。忘れた頃黒くなってるお腹がさついたらねすぐに食べられるバナナつるしてつるしてないが持ちするバナナはお姉さんも品は大きくねばる人参よりはバナナが好きね通常5本売りのバナナさもいつまでも黒のいいバナナの遺伝子アンルズは人と同じ確かに似てるとこあるかもね少し黒くなっても大丈夫さあいただきましょうすごく昔から食べられていたバナナ食べられるとても効率がいいバナナ値段が安くて栄養がある朝食のみが高いバナナの遺伝子アンルズは人と同じ確かに似てるとこあるかも少し黒くなっても大丈夫さあいただきましょうバナ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 ナバ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 ナナバ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 ナナバ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 ナナ無限バナナという曲でした。ありがとうございます。それでは次の曲で1回目最後になります。うわ足りないよ。いっぱいありがとうございます。なんとねこの後次の曲終わったら後ろのテーブルの方で CD 販売やチェキっていうすぐ撮って帰れる記念写真の販売などをやらせていただきます。今日楽曲を聴いていいなって思ってくれたらぜひゲットしてくれたら嬉しいです。で今にあのこの後も出演される来てください虹をかけるさんが持ってますが6月24日にはすごいイベントに出させてもらいます。歌と演芸というところにお姉さんも出演させていただきますのでチケット持ってきてます。ぜひゲットしてくれたら嬉しいです。そのチケット本人から買ってあげてください。当日券はあの私たちの売り上げになります。だから本人から買ってあげたら本人の売り上げになるのでなるべく本人から買ってあげてください。本人からよろしく。結構そこ大事よ大事よ。よろしくお願いします。ではそうだ、でその CD 販売など交流会の時はあの今日はねありがたいことにたくさんの常連さんなよく来てくれる方もいらっしゃいますが初めての方急いでる方久しぶりの方優先列とその常連さん列の2列で分かれてますのでぜひ今日見てあのお気軽に初めての方も来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。でこのあと2回目の出番が17時からまた30分間も歌わせてもらいますので、また見た後でもあのぜひ、まあ、見たからって絶対に買う必要はないんですけれどももしもう1回見てくれたらそれもすごく嬉しいです。よろしくお願いします。